皆さんこんにちは、指原莉乃です。今日は R の表紙の撮影日です。イエーイ。あ、そうか、思ったより人がたくさんいます。今回表紙にはリリミューのあのカラープライマーのちっちゃい、もうめっちゃ可愛い、もうこれが見た目めっちゃ可愛いんだけど今手元にないので後で合成しておきます。これがつきます。めっちゃ可愛くて色カラーランダムで、つきますので楽しみにしていてください。で、これに向けて体をですね、この通りめっちゃ絞りましたので、この後ドカ食い気絶していきます。私は今 R でしかありえない衣装を着て撮影してきます。マジでこの衣装、はい、R でしかありえない服を着てます。こんな感じで撮影していました。R でしかありえない服です。すごい R っぽいメイクです。デートとパーズです。こういう風に2枚取り比べてどっちがいいかとか皆さんが彼にしてます。で、なんでしたっけ、もうちょっとスモーキーだけ、じゃクラウディ、クラウディ、もうちょっとクラウディでもいい。じゃ今いいクラウディ、いやクラウディって言うので、ちょっとサラサラスモーキーみたいな。そうそうそう、あれ用語むずすぎて、サラサラスモーキーでクラウディ、そのスタイル、全然わかんない。もうワンちゃんクラウディ、もうワンちゃんクラウディ。今も結構クラウディ。今はいい方向なんだけど、え、これクラウディなんや。もうちょいクラウディにしたい。あとクラウディに合わせていきます。これクラウディ。これがクラウディだった。ほら、ほら。皆さんわかりますか？クラウディになりました。完全にクラウディ。完全にクラウディ。やった。狙い通りのクラウディ。ぜひ本誌でお楽しみください。クラウ、どんだけクラウディか。かわいい。これはクラウディですか？クラウディじゃなくなります。クラウディが終わります。私まだクラウディの顔してましたよ。一人でクラウディ引きずった。カジュアルでしょ。カジュアル。この衣装、何？まさか、この衣装がこんなにおしゃれなことになるなんて。あるマジックです。これを正直、来た時はどうなることかと思ったんですけど。おまたギュンからの白タイツっていう。でも、あの髪の毛おろしバージョンと上げたバージョン撮ったので、どっちが掲載されるかはお楽しみに。でもなんか全おろしも潔いけど、なんか上げてんの珍しいなと思う。もうまた暗闇でブスの私出てきた。マジもうマジこれ嫌、勘弁してほしい。さあ、というわけで無事に撮影終わりました。イエーイ。さあ、お弁当の時間です。みんな、いや、しかもこれ食べてみたかったやつだ。あのおしゃれなスタイリストさん、青木さんがやってるでおなじみ。しかも、うわ、美味しそう。いただきます。ちょっと待って、揚げ物マジで久しぶりかも。栗コロや、しかも、うわー、やばい。みんな見てください。いただきます。うん、やばい、美味しすぎる。うまっ。うん、お肉とご飯、うん、まっ、おいしい。撮影前何食べたの？昨日試食でラーメン食べなきゃいけなくて、めっちゃ美味しくいただいて、うどんとあんパンも食べて、それもめっちゃ美味しくいただいてでも夜食べないのちょっとどうかなと思ったんで、バナナ食べました。断食の後のすり流しの後何食べたの？うん、おかゆおかゆおかゆ。あ、そっか、ちょっとずつ戻してくる。うん、からのラーメン。うん、あ、気が狂うかと思うぐらい美味しかっただから番組の試食だから普通に食べなきゃいけないのに断食後のラーメンだからこいつより美味しく食ってんじゃんみたいな感じになってる何ラーメンだったの？明太煮込みラーメン。それの時、皆さん、それの放送の時、私断食後だからめっちゃ目ギンギンだと思います塩がみたいな、うん、皆さんご飯は美味しいですね。シャケ、日本の心マジ余計なこと言う。シャケうまいよ。天才。うん、幸せ。
次食べるのはじゃん、ファンクラブミーティングでファンの方からもらったお菓子、イエーイ、いっぱいもらったんですけど、ちょっとこれ気になる、もうよりなんか今一番食べたい味濃いものみたいなやつ持ってきました。こっちは韓国のファンの方がくださったやつ、これを食べてみよう。クロワッサン、ワッサン、ワッサン、いただきます。うん、うまっ。何の味なんだろう、全然チープじゃない、ちょっとココアの味が濃厚で大人向けのお菓子って感じ。あ、うまいですよね。想像より、想像より美味しい。なんかチープじゃないですよ、パフっぽい感じもいい。わかるわかる、パフ、パフ、このパフパフなんだけど、周りの粉が大人っぽい味だから子供じゃない。うまっ。でね、これちょっとだいぶ問題作なんですよ。これファンクラブミーティングでファンの方にも、二部制だったんですけど、第一部終わりでもらって食べたんですけど、なんかファンが私を殺そうとしてるなと思ったぐらい辛い。私のこと殺そうとしてるやんって思うぐらい辛い。この時はもうほんと辛すぎて2本食べて、みんなでスタッフさんと食べたんですけど、本当に辛い。でもその時はちょっとむくみも気になってちょっと我慢したのもあるので、今日は思う存分これを食べたいと思います。これ辛い、やっぱ嫌、嘘みたいじゃないですか、これ本当なの。え、唐辛子とカレーなの。いや、痛い。カレーとかだね、ダメだっけ。辛くて食べちゃう。これ辛いの好きな人絶対食べてほしい。うまっ、うまっ、辛、美味しい。この後は長谷川さん夫妻と長谷川さんのお子さんと長谷川さんのご両親と長谷川さんの奥さんのご両親とご飯食べます。なんでやねん、お前誰やねんこいつ誰行ってきます。うまそう、辛そうです。ちつ長谷川さんの家族たちに私が混ざってます。マジでなんだよね。一番こんな感じでどんどん具材が揃ってきました。うわうわ、大贅沢。うまい。どうですか、線香の薬油の味する。最悪じゃん、黙ってよ。でも美味しい、美味しい、美味しい薬油、美味しい薬油。なんとみんなこれにびっくりする、猫が届けてくれるやつです。いってらっしゃい。ね、みんなあれのとこ、あれこれオブジェだと思ったけど、あれ豆苗です。みんなオブジェと思って投入してないけど、あれおしゃれじゃない、あれ豆苗です。テーブルのフラワーじゃないの。違います。いただきます。千枚、千枚うまっ。千枚まで、うまっ。うん、千枚うまっ。うん、お肉、お肉、私が作ってきたごまだれにつけて、うん、トマト鍋。おいしい、うまっ。このタレうまっ。うん、ウーバーだ、ついに友達が辛すぎて泣きました。これは一番苦手、辛すぎて泣いてる。これがやばい、辛くて人生が、シンプルなんてうまいです。うまっ。これが練乳まんじゅうみたいな、なんだっけ、なんかとにかくまんじゅうで揚げてるおまんじゅう、これめっちゃ美味しいの。練乳がついててやばっ。パン、これめっちゃ美味しい。ふかふかパン、練乳とローリー、もちうまかった。うまい、うまい、うまい。あつあつの死ぬほど美味しいパンです。なんか始まった。カフ麺のパフォーマンス。あー、なんか来た、なんか来た、なんか来た、有名なやつ。なに、
ません。いないんかい、いないんかい。おー、すごい、かっこいい。3、2、1、はい、最高。次は、じゃん、なんだろう、お餅上がってる感じする。熱い。ここまた来よう。うん、また来よう。楽しいよね、ここ。楽しいね。ラーメン、締め。うまい。めっちゃお腹いっぱい。一生分食べた。ここめっちゃ楽しいので、観光の際にぜひ。それさ、めっちゃさ、すすって食べてみて。え？すすって食べて、一気に。長谷川さん、ちついた。今、中町あやちゃんのハワイの動画を見てます。さあ、長谷川さんのお家でデザートタイムパート2。ここはね、長谷川さんの奥さんがペイさんの動画で見たこのアップルパイが美味しいっていう噂を聞きつけて、なんていうとこだっけこれ、テガフレイドの、キャー、うわ、美味しそう。なんかいただきます。ピコロ、あ、じゃあ俺ピッコロでよかった。なんだ、ピッコロやめるのみたいな空気があったから。いや、ピッコロやめる。あ、おいしい、おいしい、おいしい。さあ、というわけで今日の杖からの爆食いは以上になります。またご飯食べますので更新します。じゃあねー。どうせ、バイバーイ、バイバーイ。音じゃに夢中です。